言われるとは多分誰も予想していなかったと思いますが、私たち地域は誰一人として今日を予測していました。全員が今日は晴れてできると信じておりました。そのためにもね、実行委員長の内田さんにぜひ早まった判断はしないようにっていうプレッシャーをかけてたんですけど、本当内田さんありがとうございます。ね、口はね、出るのは簡単ですけど準備は本当に大変だと思います。こうして準備をしていただいたたくさんの皆さん、本当にありがとうございます。僕はありがとうございますというところですけど、ね、言ってないとダメなんですよ、本当にすみません、ありがとうございます。みんな思ってます、ありがとうございますと思ってます。またここにお越しの皆さん、まだ心配な、ね、ことたくさんあると思いますが、本当にようこそおいでくださいました。私のためにじゃありませんが、こういう演舞ができるというのを本当に幸せに感じております。有観客でできるという演舞なかなかありません。心配踊らせていただきます。最初の挨拶からしてないので、うち挨拶からやらないとダメなのでやりますね。会場にお集まりの皆さん、こんにちは。チーム立東です。永遠のテーマ、愛と勇気を一人でも多くの人に届けたいと思っております。ご声援どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。日本人として我が心を大切にしたい。
少しでも皆様に元気、それから愛と勇気が伝わればいいなと思っております。まだまだ演舞続きます。温かいたくさんのご声援